ユダヤ教の祭壇奉納とは、神仏や精霊などに対して、供物を捧げる、宗教的な行為。奉納は、うじ子や段家が神仏を敬い、また沈め楽しませる目的のため、人々にとって価値のあるものを供物として神仏に捧げる、宗教的な行為のことを言う。奉納に用いられる対象は、必ずしも、食物や酒、金銭や宝物などといった。 物質を収めることに限らず、一般的にはむしろかぐや洋曲、踊りや武芸、歌し、または、見越しなどの練りや巡行といった行為で捧げることも多い。また古来においては、生贄や人柱などといった風習も残酷ではあるが、これもまた奉納の一つの姿であると言える。主な奉納の例としては、鳥居、灯籠、絵馬や、山岳やごま木などの他に、歌手や、 音楽家などが歌や楽曲演奏を実演し、神仏に捧げる例も見られる。旧約聖書、創世記にて人類の祖先とされるアダムとイブの子、兄である農家のカインが農作物を、弟である羊飼いアベルが、小羊の肉を捧げている。同じく子孫のノアも洪水を生き延びた後に煮えを焼く儀式を行っている。古代イギリシャでも神の神殿には、 牛などの動物の生贄や戦争で奪った武具を燃やす祭壇があり、反栽が行われていた。神に液体を捧げることをライベーションと呼び、酒やオリーブオイル、土、蜂蜜を神前に捧げたり、大地に巻くなどして奉納した。キリスト教ではオブレーションと呼ばれ、パンとワインが捧げられる。このオブレートはキリストの体、生態を意味するほか、 信仰に自らを捧げる神徒もオブレートと呼ばれる。日本で神棚や神前へ毎日奉納される食べ物は人もお人もと呼ばれる。ニーナメ祭りでは神と人が同じものを食べる儀式を行い神との友好を示そうとした。南米では酒を飲む前に大地にこぼし、法上の女神、パチャママに捧げる文化がある。フレンスブルク海事博物館にある奉納船。 ウラニア・ミラグローあるいはエクスボートとは古代ギリシャ・ケルト・イベリアなどに見られた病気併癒のための願掛けの習わしである。精霊に対して奇跡が起きた時の御霊が何かを明確にして祠らに願掛けを行い支援や祝福を受けた時には精霊にその御霊を行う。現代でもラテンアメリカではよく見られる。ニューメキシコ州サンタフェのサンミーゲル教会のミラグロ。 聖書3照箇所、創世記7章20節日本聖書協会。創世記第35章。ウィキソース。新人教職ことバンクこと平、神社法の模型和戦こと平神社法の模型和戦、文化遺産オンライン、法能戦と身体戦7件をばまし ABC、ジュディカイルス、スペルズ世界の、おまじない、自転説和者、2012年。 253から254ページ言葉ンク世界、大百科事典内のミラグロの言及。ありがとうございます。